どうも皆さんこんばんは、ノイズダイジーです。前回第5回目が終わってから、いろいろとレベル上げをしてポケモン捕まえたり、ワンパチは16、オタマロ18、で、ココガラが青ガラスに進化しました。レベル21、カムカム17、で、ドロバンコにラビフット。で、何回か、なんだっけ、大きくなるやつ。ああ、名前忘れた。ホラーナに行って、ホラーナ？ホラーナ？に行って、倒せるようにもなってきました。なので、早速ね、レベルも少し上がってきたし、早速ストーリーを進めようと思います。それでは、ここ上がっていくんだよね、確か、こいつは。エンジン差じゃん。第6回目はね、の目標は、ストーリーをたくさん進める、内容の濃い10分にしたいね。エントリー制なんか。あ、そう、そういえば帽子取りました。髪も切って。なんじゃこりゃ。おお、でもこれまでの、ジムでの戦いとは全然違うね。この人誰だろう。 Ladies and gentlemen、 ローズさんか。お、いいじゃん。草タイプの野郎。ルーリーナ。炎、カブ。格闘。フェアリーか。岩、なんか電気って感じするけどね。岩なんだ。え、ドラゴンかな。ドラゴンストーム。あ、一人来てないんだってよ。
あ、終わり？戦いとかないのか。そうなんだ。ローズさん怪しそうだね、なんか。それでは、バイバイ。ターフタウン。そこに最初の。お、さっきの。だね。これでいいの？もういいか、おたまろう。ダイマックス。いやー、強い強いぞ、ラビスト。カムカムが上がるかな。私柄って誰だろう。ああ、戦ってみるか。ええ。カム死んだんじゃない？最悪最悪。
最悪。だからこっちもダイマックス、今ダイマックスで死なないか。カムカム死んじゃったよ。うさ。え？ちゃんと当たってないじゃん。バッチケット。それでは皆さん、第6回目はリーフじゃないな待ってなんだっけ、もう一回いこうか。テイク2。では皆さん、第6回目は草タイプのジムを攻略した。てか、ちょっと邪魔やって。邪魔やって。邪魔だって。OK。テイク3。では皆さん、第6回目は草タイプのジムを攻略したところで終わりたいと思います。カムカメもやっと進化しました。名前なんだっけな、ガジリガメ。ただあと1回は進化してほしかったんですけどね。まあでも岩水はなんか新鮮な感じがしていいですね。まあワンパチャ、ワンパチャオタマロも第7回ぐらいには進化するかな。ちょっとしてほしいな、まあ、ということで今回もご視聴ありがとうございました。もしよかったらいいね、登録もお願いします。それでは、バイバーイ。